やあみんな、ハンティングライフ楽しんでいるかな？渡りの出地に不時着しても特にこれといった感情が湧かないぐらいには楽しめています。道後英介です。通撃体力か超新体力、あるいは挑戦2を求めて歴戦調査に入り浸る毎日。やれば出る、やらねば出ぬ、出なくともやる、出るまでやるの脳筋ハムスター4段活用スローガンを胸に回し続けた結果、心は腐り目は曇り、物欲センサーという都市伝説に怒りの矛先を向けなければ正気を保つことも危うくなってきたので、狭き交友関係の中、とある共通点のある3人のハンターに召集をかけることにしました。危険度3の古竜の中で最も倒しやすいと話題沸騰中の歴戦イベルカーナ。今回はこいつをターゲットに危険とストレスの多いハンター家業の疲れを癒す俺たちなりのハンティングスタイルを実行してみることにしたぞ。早速カーナの顔面に張り付いたのはみんな大好きアクセルさん。景気よくぶっ飛ばしてもらって冷たい壁に熱いキスをさせたら戦闘開始。マスターランカー500を超えてもなお匠術2が出ていないという点において唯一私が彼にマウントを取ることができるフリーライセンス持ちのハンターだ。さあ開幕ぶっ飛ばしが上等戦術、瓶を食べたら斧強化、斧が回転して連続ヒットするようになったチャージアックス、超高ぶっ破が一発芸だった縦斧に新たな戦い方が追加されたもんで、これを全員で斧強化してブンブン振り回したらどんな景色になるんだろうね。ああこういう景色になるんだね。おっと失礼、アクセルさんを飛ばしてしまったが、斧で戦うことなんて今まで全くなかったからね。斧状態のコンボにややぎこちなさがあるのもご愛嬌ってことで、でもここにいる全員が同じ気持ちだったのか、飛ばされてもまあ乗り地が稼げるかなぐらいなポジティブシンキングで行こうねって話になってました。よし開幕セットは上々、顔面の氷もすでに剥げ、なかなか結構いいダメージが出せたんじゃないかな。イベルカーナは氷をまとってから顔、前足、翼の3箇所の部位破壊をすると、まとった氷を飛び散らかしながら大げさにのけぞってダウンする。なかなか見応えのあるリアクションを取ってくれるので今回の狩りでも狙っていきたいね。でそれを狙う時に大体いつも最後に残っている翼、地上でも翼に届くリーチのある武器は数あると、斧状態での攻撃は体験よりも振りが速く、太刀より一発のダメージが高く、総中棍と比べて傷つけが1回で済むわけで、また抜刀変形、踏み込み、三角連打など打点が高くて攻撃力の振りが多いチャージアックスは思った以上に翼を狙いやすい。あーでも飛ばれるのはちょっと話が違うな。変身の装衣を着て翼にクラッチしたかったけど先客がいたので譲りましたら空中 V 破壊条件達成、ハエのようにジタバタしながら落下してきたと。なかなか珍しいもんが見えたけど、この木に乗じてわっしょいタイムだ。うわっしょい、うわっしょい、ゴーランガ、斧を振り回してゴリゴリ削っていくこの感じたまらねえぜ。あそうだ、残りのメンバーも紹介しないとな。ハンターネームサモンジがカプレーゼさん、彼もチャージアックスメインのハンターで迷ったらエストーレが口癖、面倒くさいんですよねと言いながら操作が面倒なチャークを使っているツンデレ、ひんやりブレスを食らって今にも死にそうなアイルフェイクがガローさん、もうやめて、ガローのライフはもうゼロよ、ガロー死す、後日談。よっぽどこの時のショックが答えたのか、彼のトレードマークであったアイルフェイクを最近脱いだらしい、いわく普通の女の子に戻るだそうです。そんなそうそうたるメンツ、防御やスキルはまちまちならど、揃えたチャークは残留豪人バルドレッド、名前がかっけえディノバルド武器の一つ。非属性値はさることながら説明文もかっけえんだと、いつも落ち着いた感じのアクセルさんを情熱的に語らせた一振りだ。でチャーク使いが集会所に集まれば開口一番チャークの話、今回のカーナは銀とディノバルドどっちにするのかとか、 GP 主星超解放ですげえダメージが出たとか、最下転覆で属性値の限界を超えてみたとか、竜弾最強の座を奪われた悲しきタイラントブロス君の話とか、何かしら話題を持ってきてねとか言ってないのに我先にと話し始める専門家たち。この中で最も使用回数が多いガローさんは装備を見ると集中2でいい派閥の人間だったことが発覚、転じて斧強化主体型の今回の企画において集中の必要性にまで発展するあたり、専門家を一箇所に集めて議論させると勝手に盛り上がってくれる説は本当だったらしいという小学生並みの感想を持ちました。お、アクセルさんがイベルカーナにアクセルシンクロやりますね。散々飛ばし飛ばされしたおかげで段差や坂を使わずとも十分な乗り地を稼げることに成功したらしい。打ち上げは基本タブーとされている中、操作間違いから生まれる構成も織り込み済み、ここまで行くのも作戦のうちの一つってあたりがチャーク使いの大雑把さを表しているようにも見えるね。乗りフィニッシュ後の着地前クラッチもきっちり、合わせて翼に傷をつけ担当箇所を破壊していく。驚くべきはその攻撃範囲、ぶん回した斧はほとんど真後ろにも判定があるもんで、ちょっとぐらい向きを間違えたって構わねえ。起き上がる前に壊れたので最後の前足を破壊した。
せっかくまとった氷の衣を1分経たずに剥がされるイベルカーナの気持ちを考えたことがありますか？この強化チャークが4人も集まればアブソリュートゼロなんて必殺技も目にする機会はなさそうだな。配信エフェクト、音、感触、こんなに気持ちがいい狩りができるのはモンハン史上チャークだけ。私がチャークをこよなく愛する理由の一辺を知っていただければこの動画の目的はほとんど達成されたも同然。もしやあなたチャージアックスを使ったことがない？まずは榴弾ルナエッソーレガチャガチャブッパから始めよう。それではご視聴ありがとうございました。チャージアックス同好会プロモーション動画でした。